皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。本日はねちょっと皆様にご報告があり、久しぶりに桜井ののか TV から、動画を流させてもらってるんですけれども、今回いろいろねありまして、1年ぐらいちょっと桜井ののか TV の方を終了という形で一回やらせて、もらって、新しいチャンネルでずっと、やってたんですけど、登録してくれてる人は分かるかな、桜井ののか渚理恵という、新チャンネルでやらせてもらってたんですけど、いろいろね大人の事情を、クリアして、なんと、桜井ののか TV として復活することが、できました。今後は、桜井ののか TV と桜井ののか渚理恵2つのチャンネルで動画の方を配信していきたいと思ってるんですけれども、とりあえずね今マネージャーの方の、ゆうちゃんって言うんですけど、ゆうちゃんが桜井ののか TV を担当するっていう形で、ちょっと前みたいな、モーニングルーティーンだったりとか、ナイトルーティーンだったりとか、あとはメイク動画だったりとか、ちょっとその辺フラフラこうするような、ゆるい動画は桜井ののか TV で、上げつつ、かつ、桜井ののか渚理恵という、まだ3万5000人ぐらいかな、の方のチャンネルの方では、R のキャバクラ嬢さんのね、密着、そして私の密着、お店としての、密着を今後は、上げていきたいなと思ってます。ちょっとねまだチャンネルが復活したばかりで、どのような形になるかっていうのがちょっと1年後だったりとか、半年後1年後ちょっとまだわからないんですけれども、とりあえずね、何やともあれ桜井ののか TV で YouTube を始めた私なので、こんな風にねまた桜井ののか TV として動画を上げれることを、すごく嬉しく思っております。ちょっとね今回ご挨拶だけになるんですけれども、桜井ののか TV 無事復活することができ、動画を上げることができるようにもなったので、皆さんぜひ桜井ののか TV も、見てください。桜井ののかでした。じゃあねー。